皆さん今回も ごご視聴いいただきままして誠にありがとうございますもうあっという間に1週間経ってしまいましたけれども先週ですね日本テレビで毎週夏の終わりに放送されております「24時間テレビ」というね番組の中で嵐の二宮和也さんがですねゆうりさんの「ドライフラワー」という楽曲を歌われておりましてそれをですね見させていただいて勝手に歌声レポートというのをさせていただきましてあれからもう1週間ですよ。で本当 ですね、私が思ってる以上の方にたくさんこうご視聴いただきまして、えー、さらにコメントもですね本当にいっぱい頂い,いて本当ありがとうございますでその中にですねまあその時の「ドライフラワー」はもちろん良かったんだけれども是非これを聞いてほしいんですというコメントがぶワっと目いっぱいありました。 でこれというのは何かというともう皆さんご存知ね、えー、嵐の二宮和也さんが今年の6月になるんですねと、えー、発売が6月17日に、えー、ファンクラブの中の限定でということで、えー、8曲全部で入ったカバーアルバムというのを出されていると。でこれはですね私もも今までもね嵐の、えー 音源を聞かせていただいたり、ライブ映像を見させていただいて、また勝手に歌ることをやっておりましたので、もうこの6月なる前ぐらいからね、皆さんにたくさんそれもコメントでいただいておりましたが、まあなかなかこうタイミング合わずでですね、あっという間にもう6月17、8、もうもうすぐ3ヶ月経とうという時で、この間の24時間テレビのね、ドライフラワーを重ねていますけれども、えー、見させていただいた時に、 改めて是非聞いてもらいたいんですという声をたくさんいただいていよいよこのタイミングだなということでまあそう言いながら一間立ってますけれども今日からですねじっくり聞かせていただきたいなと。 いうふうに思っております、えー。たくさんこうね、コメントで聞いてくださいと私に言っていただいた皆さん、それから思っていたけれども心の内に秘めていてくれていた皆さん、そして随分前からリクエストしてくれた皆さん、大変長らくお待たせいたしました。そしてありがとうございます。えー、私がどんな、ね、解説をできるか全くわかりませんけれども、いつものようにですね、今から、えー、全曲、 順番に聞か全て私は今まで一度も聞いたことがございませんのでですね、えー、どんな方の楽曲をカバーしてるのかということすら曖昧な状態で先に調べたらいいじゃないかと言われたらそれまでなんですけどもあのなんか私はねどんなグループの アルバムとかアーティストのアルバムを買ってきてもですねあんまり曲順とかを最初に見ないでもう何か何が起こるか分かんない状態で聞いた時の、まあ、新鮮な感動であったり驚きみたいなものって最初の1回しかないじゃないですか。なのでできるだけ情報を入れずにパッと聞いた印象で みんなにお話ししていきたいなというまあね私のチャンネルだけのまあ、ちっこいね、えー、コンセプトというかこだわりではありますけれども、えー、1曲目から順番に聞かせていただきたいと思うんですけどもさあ早速、えー、君と僕の晩夏という楽曲まあこれはですねちょっとだけ先ほどあのー この歌詞をね見たくてね、えー、調べたところで酒井優さんという全部ひらがな5文字酒井優さんという方の楽曲ということは分かりましたけれども酒井優さんはもちろん知っておりますがそんなにちゃんとね、えー、聞いたことがないままに二宮君の声で「君と僕の漫画」は初めてしっかり聞くという感じになっていきますそれではちょっとワクワクですねなんかね皆さんがすごく押してくれてるので どんな出来栄えになっているのか、どんな歌声を聴かせていただいているのか、さあ、聞きたいと思います。<laughs> 早く聞けよって感じですね。はい。私もこのドキドキすらちょっと楽しんでしまうっていうね。それでは、えー、早速行ってみましょう。えー、二宮和也さんの、あ、えー、チャチャな、セルフ、じゃじゃカバー、あ、ちょっともう一回行こう。はい。えー、もう一回行きましょう。 いやいや早速いきましょうって自分で言っといていや全然早速じゃないなもう4分以上経ってるなっていうことを思いながら喋ったら全然続きがねうまく喋れなかったんですけどもう一回いきましょうそれでは私がですね皆さんにたくさん押していただいていよいよ聞かせていただくことになります「まると二宮と」というですねカバーアルバム1曲目「君と僕の漫画」聞いていきましょう再生ポン 寂しさは続くだろう。難しいメロディこの先も。うわ、もうこう、めちゃくちゃいい響きで出てるね。てってててててて。あ、重い。思い出の前に。あ、ほが入ってましたね。輝いてる。もうね、歌ってる時の口の焼き方が見えるようですね。え、まあいいエッジボイス。どんな大人に。 僕は見えるかな柔らかいね最後の切り際もなあ春の風に消えたたま優しい無邪気な夢いいですね切り際がいろんな切り際持ってますよ 僕、僕が一人で叶え。いいね、絵の切り方。え、ってしまったよ。ねえ。いいね、語りかけてる。これでいいかな。君ならどうした。なんかいいね、訴えてくる歌詞が。 How it going? How it's it's going? 調子どうですか、うん、高い音だけど柔らかく終わってこちらは辛いこともありますか柔らかいねやっぱ最後が君へと柔らかいコーン届くわ気の切りる方苦の切り方いいね苦のこうして歌っているようんすごく柔らかい語りかけるようなフレーズの切り方が目立ちます 別れの瞬間もなぜだろういい声の抜け素晴らしい悲しみよりもわおありがとうが込み上げてきたよ伝え うかしメロディー最後がて君に出会えてよかったわー見事なログングと「How is going 調子どうですかこちらはソラミラの発音もきれいやるばかりさ君へと届く」 気がするからこうして歌っているようん「静寂の中瞳閉じれば子のもするが難しいよ「高音の連発ね」「声え時は越えて本当の 意味でつながりあっていきつつ蹴ってゆくいいね空の切り方も How did it go? 後ろ蚊が静かになって How is going? 調子どうですかうわ消えるようなか優しい苦笑いを思い出すわ 諦め悪いやむくなくても素晴らしい相変わらずさ柔らかい山またドー it's going? How it's going? また一緒に<笑>,笑いたくて語り合いたくてキャリーウィアー高い君へと トト気がするから、うたいつつけているよ。うん、よまったくこう落ちてこないまっすぐ。伸びる音どきれい。強いこともありますか今日も明日も。 多分ずっとこうして歌っているよおお、テカンテンテンンルカンカン,カンーちょっと最後のとこうわっとこうね 大ききくなってきて終わりましたけれどもちょっと私あの歌をね聞いて「うまっ!」ていうね「うまいぞ!」っていう気持ちがあの強くなると笑ってしまうっていうあの特徴がありまして体の特徴がありまして早速もう1曲目の「の君と僕のン歌」という楽曲一番最後の「わーな時に ちょっともう笑ってしまいましたけどあのー、今これを初めて通して聴かせていただいて私がまず一個ねすごいなって思ったことがあるんですけどこれ「まると二宮と」というですね、えー、二宮和也君のカバーアルバムというのはもちろん初めてだと思うんですよね。でこういうアルバムって大体みんな買ったらというかね、えー、封を切ったら封を切ったらというかな 封を開けたらら、まあ、曲目から聞きますよねきっと、まあ、そういうことを想定してると思うんですよねで1曲目何にしようかなっていろいろなこう考えがあったんじゃないかなと思うんですけどもう歌から入ってますから一番最初このねじゃ聴いてみましょうと私が言って再生ポンって言った瞬間「寂しさは続くだろう」とこの「 高いところの寂しさは続くだろうから入ってますよねこの楽曲がっていうこともそうですけどこのアルバムがこのボ「ボンサララ」から入ってるわけですよ。これはやっぱりこういい意味でですよもちろん。自信がないとこのスタートはできないですよ。ええー。まずここから この曲のこの入りからこのアルバムの1曲目に入っていくとかこのアルバムが始まっていくっていうこの選曲がもうすでになんて言うんだろうね「ザ・二宮和也」という感じじゃないですか <laughs>。私は全然二宮君のこと詳しく知れないのに「ザ」とか勝手に言ってますけど。いややだからねやっぱりこう 僕の歌声を皆さんに聞いてもらうためのもちろんアルバムなわけですから、ね、て丁寧な綺麗な前奏があってから入るともちろんいいことなんですけど「じゃあだらららららららいやこれはいいですあのかっこいい入りだなっていうまずそこに私はうん 痺れましたねっていうかういやだってともすればね最初まあこれはレコーディングではありますけど最初の音がスコーンって綺麗に自分が納得いくことが出なければもしかしたらですよこのアルバムを楽しみに聴いて待ってじゃじゃ逆皆さん楽しみにこのアルバムを購入して最初どんなんだろうとワクワクして聴く方がねたくさんいらっしゃると思うんですけどその人が 最初のこう綺麗な、ね、アカペラから入ってくるメロディーが、まあ、例えばですけどちょっとこうね思った感じの声が出てなかったりとかだったらあらってこうね出鼻をくじかれてしまうみたいなことになる危険性もあるわけですよ。まあ、この今の楽曲の始まりは全くそうはなってないもちろんねかっこいいって言ったら想像をどんな曲かなって言ってる間にも声からドーンってくるわけですから。いやこれはね うんいやまあ気持ちがいいですよ本当に聞けっていう感じですね俺の歌たちを聞け歌声を聞けというのが一、えー、曲目のこの入りになんかこうね二宮くんの意気込みとして。 伝わってくる感じがしてもそこでおおって感じですけどもで、えー、そしてねそれがまあ一番最初に思った印象ですねでその後やっぱこの今の最初のフレーズもそうなんですけど高い音がずっとこうね高くて伸ばすような音が続くフレーズが非常に多いで、えー、これは私がもともとまあ嵐のねライブの映像なんかも見させていただいてやっぱりね二宮君の高音の高い音の パーンっていう声の抜けの良さというんですかね。通りの良さという言い方もしたりしますけど、これはね大きな、えー、魅力の一つだと思うんですよね。で、これがたくさんこのね楽曲今の楽曲の中に聞けているで、それが私が聞いてても心地の良い高音の抜けになっているというのも。うん、まあ二宮君の歌い回しのいいところというのはたくさんあるんですけど。 私が聞いて思うその高音の抜けという自分のいい声の部分というんですかね、いい歌い回しの成分というか、そういうのがこうふんだんに入っている楽曲で実際に高い音の抜けはこの曲の中でも素晴らしいと思います。はい、これはまあねどんなアーティストの方たちもそれぞれ声のね。 響きの良さだったり今言った抜けの良さだったりというのはありますけど、まあ、でも二宮君のこの高音がたっぷり堪能できるという意味でもこの一曲目はほに気持ちがいい聴いててねスカッとするで実際あの高さをね本当に綺麗にに今これ音入ってますけどあんなふうにスコーンと、えー、綺麗な抜けのいい声で歌うっていうのは根本的な吸っている空気の量の多さ。 たくさん空気がないといけないと思いますしそれを喉とかでキュッと閉めてね邪魔することなく全然無理ない発声の方法でグーッとしたから空気を持ち上げてきて多分今聞いてる感じこの鼻の奥鼻空というところに空気をバーンと当てにいってここから響いて出てる音がスポーンと高温に、えー、抜けていってるのでこれだけね気持ちのいい声が出てるんじゃないかなというふうに思います。うーんいいやいや 素晴らしい,い,い高音が出てますよ本当にそしてさらに私がその後ね「高尾音がいっぱい出てくるな」の後に今聞きながらもね一番単語として言ってるのかもしれない私が優しいい柔らかか切り方っていうんですかねこれはあのー、先週のね『24時間テレビ』の『ドライフラワー』をカバーされてる時にも何度も私も言いましたけどとにかく今言ったみたいに強く抜ける音をスパーンって出すとね やっぱりこう歌ってる方も心地がいいと思うのでそのまま「タン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 」っても出せるとこはとにかく出していって「どうだ!」ってこうねなりがちだったりするんですけどでもそれをね最後ふっと柔らかく切ってみたりそれから強く張った後に入ってくるフレーズが「あ」っと強く出ないで「あーな」ちょっとこうエッジボイスというかねえ喉に。 わざと引っ掛けるようなそしてちょっと空気を多めにウィスパーボイスと言ったりしますけどそのパーンと張った後に出てくるフレーズの入りのうわーっていう音だったり最後のフッとこう柔らかく切るところとかいやこれのやっぱり強弱の素晴らしさというのもねいやいい,いいですもうずっといいですとしか言ってないですけどうんまあこれはもうね、えー まあ、一つのこれもさっきの高音の抜けがいいというのと同じように、えー、強弱の特に弱というね弱く歌う部分の二宮君のこう歌い回しの引き出しというののね多さというのもたくさん見られます。そしてもう一個だけね、えー、言わせていただくとするならばこの楽曲ですね本当の酒井優さんの原曲がどうなってるかわからないんですけど伴奏の音がものすごく少ないんですよね。 うん、ちょっと「どこ」っていう、まあ、全体的になんですけどちょっとねサビのところだこれが46秒「無茶な夢」これまだ A メロかな B メロかな「てててまだやめろだ「僕が一人でかなてしまったよ」「た」も強いけど「よ」は柔らかい「ね」も柔らかいねでこの歌ってというの後ろ でゥト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 ゥでゥトで、トゥトゥトででこのあと曲が展開していてメロディ変わってきますけどダーンでントゥンベースもドゥンジャーコード1回ベースドゥンありますかでしょ。へとでこれ前半でしょ。で後半。 諦め悪いこれは最後のサビの手前かな。僕の癖ももうこの辺いこれ完全に後ろの音ないですもんね。そこでドゥーンが来て「はるこいはるこい」って最後のサビに「まだ一緒に」とまあ続いていきますけどこの手前も完全アカペラですよ。こんなに後ろの伴奏の音数が少ないで。 ね、ボーカルが別にいっぱいハモリが入ってるとかじゃなくて後ろっかにほんのりうわーみたいなの鳴ってますけどずっと一人の声でもうなんていうんでしょうねザ・二宮和也です <laughs> また戻ってきまして <laughs> だってもうこんだけ伴奏薄かったらもうボーカルの比重がおっきいに決まってるじゃないですかね でその自分のというか、まあ、二宮君の声メインの中であれだけこう強く張ったり柔らかく歌ったりとかっていうもう存分に自分の歌い回しの、えー、良いところをね使いまくってそしてこの坂井優さんの作られた「君と僕のン歌」という楽曲の世界を二宮和也君の解釈でそして表現であんだけ薄い伴奏の中で。 1> 1曲持たせてしまうといういかね、えー、もう聞く方向じっと聞き入らせてしまうっていうのはいやー1曲目これで,で始まったらどうすんのって感じですけどねこう <laughs> こういうパターンで1曲目入ったらもう次はちょっとテンポの速いやつとかねなんか雰囲気の明るめのやつに行くんかなもう全く事前に聞いてないんでもう私の想像でしかないですけども。 いいやいやもう存分にこの曲だけ30回ぐらいリピートしてね二宮君のこう息遣い高音の抜けそして気持ち覚悟みたいなものもね30回で飲み切れるかな全部ねっていうぐらいギュッと濃縮されて入ってるえザ・二宮和也です。 何 <laughs> か言うんだってそんなに知らねえだろうとファンの方に怒られそうですけれども、えー、単純に、えー、歌声を聞かせていただいた感想をボイストレーナーとして、はいえー、お話をさせていただきましたということで今日からですねできる限り毎日お届けしていきたいと思いますので明日は 次何の曲になってるのかまだ私は詳しく知りませんけれども2曲目に行ってみたいと思いますので皆さんよろしかったらまた、えー、見ていただけたらと思いますということで今回も皆さん最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございました。